れたりしませんか？はい、終わりました。今日接種いたしましたのはXBB 対応ワクチンと、そしてまた最近だいぶ増えてきておりますけれども、EG5 という種類のこの変異株ですね、それにも対応するということでワクチンを接種いたしました。10月11日から28日までは時間帯も枠広げますので、お受けしやすいかと思います。基本の対応策はこれまでと変わりませんので、お気をつけいただきたいと、このように思います。